皆さんこんにちは。糸の構造の超植物チャンネルのお時間です。本日は筑波大学名誉教授糸の構造先生に森の役割についてお話を伺いたいと思います。それでは糸の先生よろしくお願いいたします。こんにちは、糸のです。今日はシュタイナーの森の話を少しなんてみたいと思います。植物って地面の下のところには根があって、そこでエーテル的エネルギーをこう吸収して集めて、それを上の方に送って、それで植物の体はもともと根の部分もそれから体の部分も物質なんですけども、それをそのエーテルに浸されているような、そういう感じに出来上がっています。植物の上の方はアストラ的エネルギーに覆われているというか、植物の持っているエーテル体がアストラ的なエネルギーを引き寄せるみたいで、枝の方とか上の方は特にアストラ的エネルギーを引き寄せてそれに覆われていると。植物界全体を見てみると、背の高い樹木からそれからちょっと中ぐらいのあまり背は高くない灌木みたいなものとか、あとまあ果樹なんかもそうですけども、樹木になると大体何十メートル、数十メートルぐらいの高さがあって、灌木とかってこういうのは1、2メーターぐらい、そんな背は高くない。 それからそれ以外にもう少しいわゆる草系のものがあって、でそれ以外にキノコとか菌類みたいなものがもっと水が多いところに存在するので、そういうその分類があるんですけども、より高い樹木の方がアストラ的エネルギーを集める力が強くて、こういうふうに全体にこう流れていってるようなところがあり、で背の高い木っていうのは動物との関係でいうと、背の高い木は鳥と相性がいいんですけども、動物はもともと基本的に自分の体の中にアストラ体を持っているので、アストラ的エネルギーにかなり初めから同調してますから、そういうものと植物が何というかこう一緒にコラボレーションして、そういうその動物を周りにはべらせてるとアストラ的エネルギー集まりやすいという話もあって、で背の高い木は鳥と仲良くしてるとより元気になるし、鳥の方も元気になると。それでこれがあまり手の高くない灌木とかその茂みだとかこういうものになってくると、これは家畜と相性がいいんだそうで、今度草の類になってくると昆虫と相性がいいと。でそれからあと地中に入ると大地の中は一番主役はミミズの類で、これミミズはとてもある意味のエーテル的エネルギーの地中の調整をしています。沼の場合はキノコとか菌類なんですけども、こういうものが近くにあるとないとでは違いが出てきて、森はやっぱりなんかこういう中に非常に多様なエネルギーが存在していて、特にその高い木が生えてたりとか、その中にちょっと背が低いけどまた別の木が生えてたりとかいろいろすると、そういうことで今はなんかその自然の生態系の中で生物多様性だとかそういう言葉だけで言われてて、多様なことが必要だとか、多様なことが全体のバランスの強さを作っていくとか、よくわからないけど多様なことがいいんだというようなことが言われてますけども、実際のエネルギーの面から見ても森の中の背の高い樹木だとかから始まって、いろんなものがそこに存在することで、エネルギー的にもかなり違ったエネルギーがそこで何というかコラボレーションする感じになってくるので、こういうものが畑だとか果樹園だとかあるいは水田だとかそういうところに近くにあるかないかでは相当状況が違ってきて、まず一つは病気にかかりやすいかどうかというのは、さっきもちょっと話しましたけども、大体植物の病気ってカビなので、カビを引き寄せてくれるのは沼地だったりとかするので、まあ沼地がそばにあるとそれだけでかかりにくくなるんですけども、実は植物の収量だとかどういうエネルギーがもし種であったりとかあるいはまあ菜っぱとか葉を食べるような系統のものだとしても、そういうその植物体の中にどういうエネルギーがなんか入ってるかっていう入っていくかっていうのは、森からどういうエネルギーをその植物たちがゲットできるかということにも関わってるので、これエネルギーのやり取りというか、そういうこういうことから見たときに森というのはとても重要で、そういう意味で見たときに森とか沼を全く潰して全部畑だとかそういう耕地にしたときに、そういう面積は増えるんだけど、かえって
種子だとか収量が落ちてしまうということもあって、でこれは最近いろいろと研究している人たちもいて、周りに森がないところとあるところで実際の収量みたいなのを比べてみると、やっぱりなんか森があった方がクオリティが維持されるということがあるようなので、やはりなんというかこういう森の役割というのを見直していかなきゃいけないんじゃないかという気がします。日本はもともと森だらけのところに農地を作っているので、本来は森は多いはずなんだけど、でも最近はだいぶこう森自体が植林が多くてエネルギーを失っているところもあるし、アメリカ的なやり方だと途中になんというか森がこうなんか木が立てたりとか森がなんかあったりとかするとフラットでだらっ広くならないんで、大型のコンバインを入れたりとか、あるいはヘリコプターで種をまいたりとかするときにやりにくいんで、基本的にまんべんなくフラットな農地を機械化して作るというようなやり方がずっと取られてきて、それでだいぶ土地が傷んできているというところはあるんですけども、いわゆる効率のところ、そういうところから少し踏みとどまって、もう少し原理的なところから考えて、自然のなんか生態系というか自然の力の中でどういうふうに作物を育てるかっていうような、そういう観点が非常に重要だということをシュタイナーは少なくとも100年ぐらい前に言っていて、こういう考え方で農業をやってる人たちもヨーロッパにはかなりいるみたいなので、日本もちょっとこういう考え方を少しこう見習わなきゃいけないんじゃないかという気がします。自然農法をやってらっしゃるような人たちというのはまだメジャーにはなってないかもしれないけど、こういう方向の一角をなしているのかもしれないですけども、ただ自分の畑だけで何かやるというのは限界があって、森とかっていう話になると沼地もそうですけど、土地のオーナーが違うんで、森は森を持ってる人がいて畑は畑の人だとお互いに折り合わないみたいなところもあるので、ただ昔のように森はみんなの共有のものでというような、そういうその考え方に戻らないといけないのかもしれないですけども、森の役割みたいなものを少しその考え直すということが大事だという話ですね。森のその高い木のにはアストラル体を引きつけて、そこに、その作用が農作物にも作用するってことなんですかね、はい、アストラル体。はいはい、だから複合的作用があるので、アストラル的エネルギーをエーテル的エネルギーしか持ってない植物が大量に引き寄せられるのは高い木の方、鳥が周りをなんか飛んでた方がいいみたいですけども方で、そうやって集まったエネルギーが流れていくんだと。だから植物の場合も自分のなんかちっちゃな高さが例えば10センチか20センチかこのくらいしかないような植物体だと、地面の近くにはアストラル的エネルギーが十分集められないので、基本的には存在はするんだけど、あまり濃いエネルギーが集まらないので、でしかもアストラル的エネルギーって空気はあんまり好きじゃなくて、しかも温度があまり高くない方がいい。アストラル的エネルギー、植物 の大きな木の上の方ってこうなんか枝がわっとなんか伸びていて、葉っぱがこういっぱいついてるじゃないですか。でその部分の中の部分っていうのはとてもなんていうかエーテル体にも満たされてるってこともあるんだけど、ちょっとクールな感じで20数度前後ぐらいのところまでの間の温、ちょっと人間がいて涼しいって感じるような温度なのと、30度とか35度とかそういう温度というのはまた違っていて、そうすごく暑いところにはアストラル的エネルギーが集まりにくい。でちょうど植物がなんか茂ってる、高い木の茂ってるようなところにこうアストラル的エネルギーが集めやすくて、そうやって集まったものが全体に流れていくっていう、そういう話みたいです。森を通してアストラル体のエネルギーが供給されてるみたいな、はい、あれ割となんか強いエネルギーが。それと何回か前に話をしましたけど、タンポポが植えられてて、タンポポのエネルギーが微量にでもなんか行き渡ると、植物がその辺に生えてる作物のような弱い植物でも自分でその必要なエネルギーをかなり遠くからでも引いてくることができるようになるので、そういう弱い植物は弱い植物のままっていうことでもなくて、ちょっとだからすぐ隣じゃなくても少し離れてるところでもそういうものがいっぱいあるようなエリアがあれば、そこからエネルギーを引いてくることができるので、作物の方にももらう方にもそういう力が発揮しうるので、その両方なんでしょうね。
板野先生どうもありがとうございました。この内容に共感された方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは失礼します。どうもありがとうございました。